ドラクエ1から11を通してプレイしてみて、どれが一番面白かったですか？3かな？ 3 かな？ 3、1、11、2？ いや、3、11、1、2かな。あ、そう。4から10はないですね。4から10はないんですけど。あ、外縁さん、チアありがとうございます。一番ね、やっぱ良かったのが、良かったというか、なんだろう。感動したのが、やっぱ3のエンディングだったんですよ。まあ、1はすぐ終わったし、ああ、ドラゴンクエストってこんな感じかってなって、で、あ、もう JRPG の基礎詰まっとるやんけと思って、ちょっとね、もうびっくりしたんですよ。で、1をプレイして、すげえ面白いなってなって、確かに、あ、ここをこうしたら良くなるのになって思う箇所はあったんだけど、それが2で改善されていて、すごい、もうそこでもうドラゴンクエストというか RPG の基礎ができたじゃん。まあでも2は、まあなんで今一番下に置いてあるかっつうと、まあちょっとなんだろう、マサルが悪いのかなっていうのだけかな。いや、あのね、悪くねえんだよな。他が良すぎるだけ。他が良すぎるだけ。で、3で、まあそのすごい面白かったんだけど、最終的にまあオチがすごい良くて、あ、1と2で置いてきた伏線というか、をある意味で綺麗に回収していたから、なんだっけ、そして伝説へだっけっていうのに綺麗に繋がってて、なるほど、これがドラゴンクエストかーってなったんですよね。で、なって、一番最初に思ったのが、クリアした後ね、思ったのが、俺もなんか RPG 作りてえなって思ったんですよ。なんかこれぐらいだったら、想像力でその脳内ゲームが作れそうだな、実際に作れるかどうかじゃなくてね、その脳内で RPG 作りたいなっていう、この中学生小学生的なこう夢が見れたんですよ。っていう意味で、青少年の頃というか若い頃にドラクエ1、2、3とかもしプレイしてたら、多分誰もが RPG に夢を持ってしまうんじゃないのかなって感じたので、まあ、3が面白かったなと思うんですよね。で、11は、まあ、シンプルに一番出来が当然良いんですけど、だから、普通にやるんだったら11がいいと思うんですけど、多分、どっちかっつうと、ドラゴンクエストシリーズ全体を通してのファンサービスがすごい多い、もう、てんこ盛りみたいなタイトルなのかなっていうのと、多分、何気にというか、RPG にストーリーってそんなに求めてなくて、まあ、多少のストーリーはあった方がいいんだけど、ガッツガッツのストーリーは実はなくてもいいんじゃないみたいな、そういう感じがちょっとだけあったんで、っていう意味で3がベストかなと思いました。はい、こんな感じです。ご質問いただきありがとうございます。